ポップティーン TV。 あったかー、ないね。今日のね、はい、服はもうちょっと秋になってきて、はい、今回チョコペン柄、チョコペンで書いたような文字がついてたりとか、全部チョコっぽい感じのチョコのクマさんがいたりとか、ここにもクマさんがいっぱいいます、ね、もう秋っぽくなってます、はい、お揃いで着てもゲットしてみてください。イエイ。色合いなんですけど、夏からも着れるオーガンジー素材で、すごいキュッてなってて、リボンも可愛くて、そのスカートのフリフリとかもすっごい可愛くて、もうなんか私はシルエットがすごくタイプです。今までの撮影の思い出でも、自分のキャラ的には甘い系の服装って似合わないのかなって思ってたんですけど、このリズリーさんのこの撮影をしてから、なんかちょっと甘い系もいけんじゃないかなって思えるきっかけになったので、すごいリズリさんの撮影が毎回毎回本当に楽しかったです。ナチョスとの撮影もなんか後輩と撮るっていうのも、なんか自分がちょっと先輩みたいなのもちょっと新鮮で、毎回お洋服可愛くて、結構シチュエーションもがっつり決めて撮る撮影がすごい楽しかったです。印象に残ってる服はポップの表紙でも服なんですけど、ギンガムチェックのワンピースがすごい真っ赤で可愛くて、ほんとテレビでも着たし、自撮りとかしてもすごい盛れるし、夏の時かな、夏の時のリズリサがすごい好きだった、うん、秋も可愛いけどね。今後の目標、まあ、とりあえず日焼けしすぎたので、この日焼けの腕の紐の跡を直すのが1個目標で、あとはでもポップのリズリーサさん最後なので、また違う形でリズリーさんの撮影なんか参加できたらいいなっていうのが目標です。はい、ありがとうございました。これはグレンチェック、グレンチェックですっていうのが秋すごい流行るみたいなので、はい、ボルドーの組み合わせ、めちゃくちゃね、かわいいね、お嬢様っぽいのがすごいかわいいです、はい、ここに刺繍が入ってたりとか、ネックレスにもいっぱいかわいい柄が入ってたり、ね、かわいいリボンがいっぱいでかわいいです、はい、じゃん今日ね、はい、ナチョスとは解散です。いやー本当に、いや本当に私毎月この撮影をすごい楽しみにしてたのに、今日でやっとね、なんかちょいちょい最初のムービーと比べると、はい、ちょっと話せるようになったからいや本当に次会う時はちょっとしっかりしたナチョスで、はい、じゃあな。いやいやですよ毎月卒業してもリズリさんのページあったら見るんで、頑張ってね、ダイエット頑張りますもうやだバイバーイ、しっかりしろ、頑張りますお姉さんっぽいワンピースがすごい可愛いです。回っても可愛い。このねデコルテの部分をいい感じに女っぽく見せるワンピです。このレースが程よいところについてたりとか、このオフィショルになってたりとか、ちょっと可愛いですね。素材も秋っぽくでも涼しい、可愛いです。ありがとうございます。次はおめでとう。ありがとうございます。でかい。
間湧いてきてたかもしれない。ありがとうみんな。またな。